こんにちは、ハイズラボです。今回は東芝のノートパソコンダイナブック AZ15TW、 発売してから5年経つものですが、突然モニターの表示がおかしくなりました。ご覧の通り全体的にブルブル震えている状態です。ただある角度にすると止まります。ということは問題は液晶パネルではなく、液晶パネルからマザーボードをつなぐ接続ケーブルではないかと想定しました。そこで今回は液晶パネルの接続ケーブルを交換してみようと思います。それでは作業の方を進めます。まずはプラスドライバーでバッテリーのネジを2箇所外します。バッテリーを取り外します。プラスドライバーでカバーのネジを1箇所緩めてカバーを取り外します。プラスドライバーでネジを10箇所外します。内蔵の光学ドライブを外します。爪を折らないように注意しながら底面カバーを取り外します。ファンの横に液晶パネルの接続ケーブルがあるのでコネクタを抜きます。この時、液晶パネルの接続ケーブルを取りやすいようにしておきましょう。映像にはありませんが、反対側のウェブカメラの接続ケーブル、無線 LAN のアンテナも外しておきましょう。プラスドライバーでモニターのヒンジのネジ4箇所を外します。この時、モニターを閉じていると取り外しに苦労するので、45度にして立てるようにすると取り外しやすいです。ちなみにここで無線 LAN のアンテナが切れていることが分かりました。今まで Wi-Fi が不安定だったのはこれが原因だったんですね。さて作業に戻りましょう。プラスドライバーでモニターフレームのネジを2箇所外します。シールで隠れているので細いマイナスドライバーなどで剥がしましょう。爪を折ったりモニターに傷をつけないようフレームを外します。プラスドライバーで液晶パネルのネジを4箇所外します。液晶パネルを取り外します。AZ15TW 用の液晶パネルの接続ケーブルが見つからなかったので、ほぼ一緒の同シリーズの接続ケーブルを新品で購入しました。古い液晶パネルの接続ケーブルを抜きます。ヒンジ部分に当たっている部分が劣化し、中で断線しかかっているのだと思います。新しい液晶パネルの接続ケーブルを取り付けます。あとは逆の手順で組み直します。
細かい部分は割愛します。これで完了です。では早速起動してみましょう。角度を変えても以前のような症状はなくなりました。Wi-Fi にはつながりますが電波がありません。これに関してはいずれ新しい無線 LAN のアンテナを取り付けるために完全に取り外したせいで電波がない状態になっています。今回は液晶パネルの故障ではなく、やはり液晶パネルの接続ケーブルの不良が原因でした。この作業は簡単ではありませんが、慣れてしまえばどのパソコンでも対応できると思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。